はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。ケルディムガンダムサーガーの組み立てを、進めていきます。はい、で組み立てる前にですね、今回のキットなんですけども、クリアパーツがまあふんだんに使われてるんですけども、一度はめ込むと、まあ、分解できない箇所が数箇所ありまして、組み立てる前にそちらの対応をね先に済ませたいと思います。はい、今回は場所はバックパックの部分なんですけど、円形のクリアパーツを一度はめるともう外せないので、ピンバイスで穴を開けます。0.5mm ぐらいの極細のものを使って、そして真ん中に開けるとね目立つんで、隅っこの方に穴を開けまして、で後ろから押し出すことで一応取り外し可能な状態にはしておきます。穴の方はもうごくごく小さなものになるので、組み立てた後に穴が開いてるかどうかっていう視認はまずできないですね。はい、それでは頭部から組み立てていきます。顎の部分は結構しっかりしてますね。最近この顎の赤い部分が小さめのデザインのものが多くて、個人的にはねあんまり好みではないので、この顎の部分がしっかり大きめのものっていうのは力強い印象があっていいですよね。マスクを挟み込むような形で頭部は左右分割になります。まあ、てっぺんと後ろに合わせ目が出てしまうので、後はめをするならまあやや面倒な構造ではありますね。はい、ということでね頭部完成しました。はい、続いてですね胴体とバックパック部分を組み立てていきます。はい、そしてちょっとね組み立てとは関係ないんですけども、バトローグも00も私は見ておりませんので、説明書をね読んで少しでもね見識を深めたいなと思います。はい、ケルディムガンダムサーガタイプ GBF についてです。ケルディムガンダムの特殊装備形態サーガとは、スペシャルアザルトガンダムアームズ特殊強襲ガンダム武装の略であり、全身に重火器を持つガンダムエクシアの開発コードがセブンソードであったように、サーガの開発コードはセブンガンであった。ソレスタルビーングのロックオンストラトスが使用した後、サポートチームフェレッシュテのリオジークが運用。本機ではガンプラとして製作された時点でカラーが黒から都市迷彩を意識したグレーに変更されている。説明書には名人川口の解説もありますね。川口の名を受け継いだ男、ガンプラをこよなく愛している。強さだけを求めるのではなく楽しさも同じように重視する。ケルディムガンダムサーガを使用したバトルの対戦相手となったレナート兄弟とは世界大会で何度も戦っている。お互いにガンプラバトルに対する考え方は楽しくと戦争と真逆に近いものの、その実力は認め合う間柄である。本機を製作するにあたって名人はカラーを変更するなど独自性も盛り込んでいる。はい、まあ色違いでキット化されて、キット化されないよりはねマシだとは思うんですけど、みんながみんな塗装できるというわけではないと思うので、まあ色違いもなかなか微妙なところですよね。
はい、ということで頭部、胴体あとバックパックの組み立てまでが完了しました。続きはねまた次回進めてまいります。それでは失礼します。ありがとうございました。